アリエル・アルナルド・オルテガは、アルゼンチンフフィフ医州出身の元サッカー選手。同国代表であった。現役時代のポジションは、攻撃的ミッドフィールダー、フォワード。キレのある、スピードドリブルで相手をかわし、チャンスを作る、テクニシャンで、マラドーナ、メッシ、レドンドと共に、アルゼンチンが誇る天才ドリブラーの一人。愛称は、父親が名付けた、エルブリート。 アルゼンチンのリーベルプレートの下部組織出身。テスト入団後、当時のリーベル監督、ダニエル・パサレラの目に留まり、一年を待たずして、トップチーム昇格。1991年、17歳で、プロデビューを飾る。この時には、すでに彼のプレースタイルは完成されており、得意のドリブルを随所に見せていたが、ボールを持ちすぎて、後期を一する場面も目立ち。 時折批判の対象ともなった。賛否両論はあったものの、オルテガは主力選手として国内リーグ制覇、コッパリベルタドーレス優勝に貢献。1994年の W 杯アメリカ大会で、ディエゴ・マラドーナが史上初めて途中交代された試合で、マラドーナに代わって出場した。ディエゴ・マラドーナが出場不在のルーマニア戦では、マラドーナの代役として、 先発出場、アルゼンチン国民に希望を与えるプレーを見せた。1996年には、トヨタカップで来日も果たした。ユベントスはオルテガを獲得を検討して、かつてユベントスでプレーした絞りを介して、オルテガの情報を集めていた。代表レベルでは1993年12月の、初召集以後、翌年の W 杯アメリカ大会に、若干20歳で出場。 1996年夏にはアトランタオリンピックで中心選手として活躍。決勝でナイジェリアに敗れるものの銀メダルを獲得した。1997年、当時のクラブ史上最高の遺跡金でバレンシアに遺跡。しかし練習のやり方をめぐってクラウディオラニエリ監督と衝突、レギュラーを外される。1998年には 自身二度目の W 杯フランス大会に臨み、主力メンバーとして活躍し、決勝トーナメント進出に貢献。しかし準々決勝のオランダ戦において、ペナルティーエリア内でダイブをし、抗議、挑発をしに来たオランダ代表 GK ファン、デルサールに頭突きを、見舞い一発退場。試合も1から2で敗れ、先般として、大きな批判を受けた。その後イタリアセリエへのサンプドリア、 パルマに在籍するが、そこでも目立った活躍をすることはできなかった。2000年に、リーベル復帰。当時売り出し中の若手だったパブロ・アイマール、ハビエル・サビオラ等と共に活躍。かつての輝きを取り戻し、2002年日韓 W 杯のアルゼンチン代表メンバーにも選ばれた。2002年、フェネルバフチェに移籍したが、環境に馴染めず、 半年でアルゼンチンに無断帰国。この行動がクラブ側の激輪に触れ、多額の医薬金を請求される。その後問題は泥沼化。最終的にはフィファが介入し、オルテガに長期間の出場停止処分が下された。意欲を失ったオルテガは一時現役を引退。しかし、アルゼンチンリーグ一部のニューウェールズ・オールド・ボーイズがオルテガに救いの手を差し伸べた。 遺跡金という形でフェネルバフチェ側への支払いを肩代わりし、2004年8月に和解が成立。この時点で出場停止処分も解除となった。2006年、古巣のリーベルに復帰。長年にわたって苦しんできたアルコール依存症を克服するため、近年リハビリを行っていることが報じられた。2007年、依存症の治療のため、チリへ渡る。 2008年、チームとの距離が生じていた中、アルアインからのオファーを拒否。残留と思われたが、アルゼンチンリーグ2部のインデペンディエンテ・リバダビアに、期限付きで移籍した。2010年5月5日の親善試合、ハイチ戦で、約3年ぶりに、アルゼンチン代表へ招集され、出場を果たした。2010年、リーベルに復帰するも、アルコール依存症の再発で出場は、 カズ試合にとどまり、シーズン中にオールドボーイズに期限付き移籍される。2011年、デフェンソーレスでベルグラーノに移籍。2015年5月かつてのリーベルのチームメイト、フランチェスコリ、ソリン、アストラーダ、ガジャルドラが集まり、モニュメンタルで引退試合が開催された。ありがとうございます。